よろしわん町保よわん町歩行所2年、正体29年8月6日は、琉球王国末期の著名な政治家で過人。当時の正式な古称はよわん親方朝歩。琉球の御偉人の一人。おろくご県の支流である向井氏よろしわん連内の十二世。首里の生まれである。東名は、向井ありつね。父の義のわん親方朝婚は、なお、育王時代の三子官であった。 父が亡くなり、朝穂は十三歳で家を継ぎ、宜野湾紛りを領した。当初は宜野湾の仮名を名乗っていたが、1875年に、小太陽の次男、小虎が宜野湾紛りを賜り、宜野湾王子と称するようになったため、宜野湾の名を避け、よろし湾と称するようになった。和漢洋の学問に通じ、英語をよくした。節船修となり、その後、 異国戦御用係、学校奉行、ケース奉行を経て三士官となった。当時は、清市、フランス、アメリカ、オランダと通称し、琉球は、国事多端の時であったが、献身的に、小太陽を助け、信任を得た。ヤマトに派遣されること6度、県政は2度、また、家王子、友直の副祉となって、東京に行き、琉球藩を設け、 正体を反応とする命を廃したが、気流後、強い排斥を受け、引退した。幕末は、鹿児島に使わし、歌人の張った友則に和歌を学び、気流して、別業を営み、友禅帝と明治、自分は、松風一と合し、歌を講じた。後、福崎記念と、相たずさえ、琉球歌壇の基礎を築いた。明治5年、東京滞在中、 吹き上げ離宮の抱会に倍辞し、水石景久し動きなきおよう、心の意は金にかけて大せぬ滝の白糸とと読み、天皇のお褒めをいただいた。一説に、上りくず下りくずつ、四季は朝穂の策であるという。また、よろし湾長穂は、維新軽画子として、東京へ上京したおり、明治5年9月12日の新橋駅での、鉄道開通式典で、 明治天皇のお召し列車に、家王子長寺家等と共に乗車している。大正4年、14位追蔵。著書に、伊香昌風州、沖縄36河川、沖縄州、琉球解釈、上行美説、よろし湾町保守など。伊波冬、まじきな安光、琉球のご偉人で、琉球のご偉人の一人に選ばれている。ありがとうございます。